ジョナスは絶対に服部の策だ。正直だとよ。ああ。何を置いてる？レダニア団子。うちの名物さ。おすすめだよ。にしても驚いた。バットクエンがここに？信じられない。なぜウィッチャーだとわかる？おいおい、冗談だろ。他に誰が銀の剣など使うってんだ。マハカムさんで長さは40寸。そうだろ？ 40.5 だ。それでもすごい。あんたただものじゃないな。エイブヒア・ハットリ。以前は刀鍛冶だったが、今は団子職人だ。レビアのギャラルトだ。いらっしゃい、ギャラルト。どんな用かな？団子は食べるか？腕のいい刀鍛冶を探している。誰かいないか？3本目が欲しいのか？多すぎやしないか？うまいこと言うな。それはともかく、まだ剣は作っているのか？めったに作らない。最近は団子だ。生計を立てるためにな。だが金槌と金床の響きが懐かしい。だ、それに火事場の熱。バンホルンの野郎がいなければ。一体何の話だ？うん、ウィッチャーを団子で出迎えるわけにはいかないな。来い、見せたいものがある。すごいコレクションだ。品質もいい。ありがとう。これは思い出に残している。もう作らないというのが残念でならない。すぐにでも手に入れたいほどの品ばかりだ。そんな技術があるのに、どうして団子なんかを？驚くかもしれないが、こっちの方が稼げる。安全だしな。食べ物を売ってれば、いきなり消えたり手足を失ったりすることもない。なるほど。家事道具市場を仕切ってるやつがいるのか。公にというわけじゃないが、品物は全てエルンスト・バンホルンを経由する。奴はクリーバーとよくカード遊びをするそうだ。エルンスト・バンホルンというのは港の小さな工場の生まれだが、奴には野心があった。技術だけで他の鍛冶職人と競うのは難しいと分かっていたから選んだんだ。別の方法だ。別の方法？あちこちで悪口を言ったり、借金のある店を安い金で買い取ったりしてな。競争相手がくだらない非人間族の時はいつも省かと罵った。お前もやられたのか？抵抗はしたさ。役所に行って交渉したりな。だが全て無駄だった。奴はクリーバーの庇護を受けていたんだ。ノビグラドでクリーバーに歯向かう者などいない。交渉しようとはしたのか？バンホルンと？冗談だろ。奴は冷酷なクズ野郎だ。金を払うか店を畳むかのどちらかしかない。なるほど。不満があるわけじゃないぞ。団子は実に儲かる。ただ、鉄工所の熱が恋しいんだろう。他から材料を調達できないのか？裏の世界の連中が供給元を仕切ってる。奴らと交渉なんかできない。あんたが力を貸してくれるなら話は別だが、材料を集める手伝いをしてほしいのが。護衛として会合についてきてくれるだけでいい。そうすれば自信が持てる。実は少し前に物乞いの王の手下と鉄の調達について交渉したんだ。そいつは裏の世界で重要人物なのか？ああ、それに彼はバンホルンの後ろ盾であるクリーバーと仲が悪いんだ。ただ彼に法外な分け前を要求されていてな。交渉を手伝ってくれないか？ただでとは言わない。十分な謝礼を出そう。このコレクションから何か選ばせてもらうというのはどうだ？こんなのとは比にならん。神々をもほくれるような武器を作ってやるさ。どうだろうな。裏の世界か。あまりちょっかいを出したくはないんだが。お前の力が必要なんだ。バンホルンは本物のクソ野郎だ。思い知らせてやりたい。やってくれたらこの恩は一生忘れない。甲冑だって作ってやる。それとも投石機の方がいいか。分かった、会ってみよう。よかった。日没後、港のクレーンのそばで。船乗りになれるぞ。船酔いで吐かなきゃな。女房に話す。爆発。なぜ爆発？嫌な日。じゃあここか？いやウィッチャー。この近くだ。行くぞ。先に行ってくれ。分かった、こっちだ。見ろよ、ミスター腰抜けの登場だ。物乞いの王の手下はティンボイというんだ。何を知ってる？よくは知らん。怒りっぽいやつだから慎重にな。こっちはやつとの交渉が全てだ。一人で来いと言ったはずだ。そいつは誰だ？心配でついてきたんだ。まあいい、話を進めよう。クリーバーと対立してるんだろう。なら力を貸してやる。だが金額はこちらで決め、交渉の余地はない。ほう。鉄を安定的に供給する代わりに利益の半分をもらおう。2割半ならいい。物乞いの王に指図するとは何様のつもりだ。はあ、3割半が限界だ。2割半がこっちの上限だ。店での値引きも足してやる。正気じゃないようだな、よそ者め。取引はなしだ。行くぞお前ら。いいだろう、取引はなしだ。ゲラルト、一体。待て。わかった。まったく心配でついてきた割に交渉がうまいな。よし、2割半でいい。それと店での値引きだ。取引成立だ。今後ともよろしくな。ああティンボイ、飲みすぎて頭が変になったか。ここはクリーバー様の島だぞ、このクズ野郎。今度は誰だ？クリーバーの手下だ。噂はすぐに広まるんだな。ゲラルト、どうするんだ？何のよ。気をつけろ、まだ奴らがいるかもしれないぞ。気をつけろ、まだ奴らがいるかもしれないぞ。ついてこい。まったく、最後には利益が出ればいいがな。それで鉄の供給については信頼していいのか。俺を誰だと思ってる。約束は守る。だが護衛を雇った方がいい。クリーバーは何をするかわからんぞ。戻ってくると思うか。クリーバーの手下どもが逃げてった。多分奴は全て把握してる。護衛を出してやるほど余裕はないんだ。しばらくおとなしくしてるんだな。忠告に感謝する。すぐに上の連中が話をつける。それまでお前は一人で頑張って生き延びるんだな。さてどうする。ここでおしゃべりをしてる間に相方が逃げ出したぞ。くそ、おい待て。幸運を祈る。服部待て。服部、中にいるのか。開けろ。嫌だ、放っておいてくれ。バカな真似はよせ、入れてくれ。嫌だ、ミディンバンまでここにいる。許してくれゲラルト。だがあれは間違いだった。盗賊と交渉して取引するなんて。もう遅い。物乞いの王から物資をもらったらお前は金を払わなきゃならない。なんてことだ。お前には俺を守る義務がある。そんなものはない。俺は用心棒じゃない。それだ、用心棒を見つけてくれ。お願いだ、奴らに消されちまう。心当たりはあるのか。スクルスって傭兵がスタージョンにいる。年を取ったスケリッチの海賊だ。昔雇ってたカシドキみたいな大男で、クリーバーも恐れない。自分で頼みに行かないのか。仲違いをしたんだ。良くない形でな。つまり俺は奴から追加の報酬を要求されたんだが払わなかったのか。最高だ。それで俺がそれを払わなきゃいけないのか。うまい方法があるはずだ。頼む、俺をこの状況から救ってくれよ。口を挟むとするか。何のつもりだ。まだ話し合いの途中だったんだ。今のが話し合いか。関係ねえだろ。なんだお前も殴られたいのか。そのバカ、この町を出ることがあれば無駄だ。悪いが自業自得だ。俺はゲラルト。スクルスだ。いい戦いだった。仲直りに一杯どうだ。中で話そうぜ。俺に何か用か、ゲラルト。お前とあの商人に何があったんだ。はあ、なんで妹はあんなやつと結婚したんだか。義理の兄弟なのか。義理のクソ野郎って感じだがな。スケリッチの蜂蜜酒が大量にあれば大金持ちになれるって甘い言葉に騙された。だから持ってきた。そしたら予定外の貯蔵費とか収益がどうとか言い始めてな。商売と家族とは相性が悪い。ああ、その通りだ。用心棒を探してる。興味あるか。ああ、金がもらえるならな。すぐにはもらえないんだ。じゃあ物々交換か。お願いにはお願いをってか。恨むぞ、服部。ああ、そういうことだ。何かあるのか。義理の兄弟に金を貸してる。取り戻してこい。話はその後だ。くそ、引き受けよう。そいつはどこだ。近くの鳩場だ。実のところもう金なんてどうでもいいんだ。取り戻せなくても構わん。じゃあ何をすればいいんだ。奴の蜂蜜酒をダメにしろ。俺がアンスケリッグから持ってきたんだ。それが大人の対応か。いや、だが公平だ。何でもする。どうも、俺はスクルスの集金人なんだが。スクルスだと？あんな無作法で字も読めないバカと取引などするか。スケリッジにヤシの木が生えたら支払ってやる。ヤシの木はスケリッジにも生えている。さあ払え。そんな、ならば支払うしかないな。信用所でもいいか。ビバルディの銀行で換金できる。いいだろう。今すぐ行くよ。どうも。いや、ゲラルト、調子はどうだ？解決したぞ。信用状をくれると言っていたビバルディの銀行のお墨付きだ。よくやってくれた。それで俺は誰を倒せばいいんだ？ある人を見張るだけでいい。刀鍛冶で多分顔見知りだ。エイブヒや服部か。大金を騙し取られそうになったことがある。雇われてるのか？そうとも言える。ノビグラドでの鍛冶屋の独占を何とかしようとしてる。立派なこったな。お前が保証するってんなら断る理由はない。仲間を連れてくる。そうしたら行こう。いやあ、服部、スクルスが来たようだな。話はついたか？ああ、卸値で何本か斧を売ることになったが、安いもんだ。ありがとう。ようやく剣の注文を受け始めたのか？残念ながらまだだ。調達できていない材料がある。ああ、エルンスト・バンホルンが独占してるんだろう。そうなんだ。廃業する刀鍛冶から安く買い上げて、リースみたいに倉庫にしまい込んでる。だがお前が、いや、絶対に同意しないだろうな。何に同意しない？バンホルンが材料をどこに保管してるか知ってるんだ。一生かけても使い切れないくらいある。それを少し拝借すればいい。一体何をさせるつもりだ？拝借？盗むの間違いだろう。盗っ人から盗むのは罪じゃない。つまり義賊になれとでも言うのか？俺はどうしてこんなことに巻き込まれてるんだ？何言ってる。決まってるだろう。見たこともない最高の剣、甲冑、投石機。分かった分かった。その話に乗ったとしてどうすればいい？バンホルンは港に倉庫を持っている。探してる材料はとても重い。スクルスたちも呼んでおくんだ。もう一つ、目的の木箱はアンモニアの匂いがする。どうも。ああ、ゲラルト、調子はどうだ？服部から仕事の依頼だ。素晴らしい。ちょうど退屈していた。エルンスト・バンホルンの倉庫から木箱を拝借する。アンモニアの匂いがするらしい。いいだろう。バンホルンの倉庫の場所は知っている。仲間といって周囲を探る。スタージョンの近くで会おう。よし、いつにする？もちろん日没後だ。そこで会おう。準備はいいな。入り口には守衛が一人だけだ。俺が面倒見よう。任せたぜ。俺の鼻じゃ目的の木箱は見つけられない。チョークで印をつけておいてくれ。その間に荷車を運び込んでおく。終わったらどうすればいい？倉庫から出てくれ。そうしたら俺たちが入っていく。くそったれ。くそ、死神が迎えてきたぞ。ありがとう人生を。おい、お前は知ってるぞ。ドワーフの旦那、こいつが詐欺師の盗っ人野郎だ。ここで会ったら運の尽きだな。黙れ、彼のことは知ってる。ウィッチャーのゲラルトだ。やあ、ウィッチャーさん。ウィッチャー？そういうことか。ドワーフの旦那、そいつの言うことを聞くな。呪いをかけてくるぞ。トロールと頭でも交換したのか？ヤーペンジグリンの友人は俺の友人だ。さあ、俺が切れる前に消えろ。今すぐだ。アブラカダブラ、ホーカスポーカス。これはウィッチャーさん。バンホルンの倉庫で何か探し物かい？俺の探し物はお前たちには関係ない。通してくれ。どうぞご自由に。家事用の物資はどこだ？アンモニアの匂いだ。これに違いない。これで終わりだ。合図をしなければ。クズめ、誰の倉庫か分かっているのか？おいゲラルト、こいつが服部が言ってたやつだ。クリーバーの飼い犬だ。スクルス？どうしてそんな魔術師と。ああ、なるほど、そういうことか。まったくやってくれたな。服部の指図か。産んだ直後に殺すべきだったと奴の母親に後悔させてやる。だがその前にお前らをカニの餌にしてやろう。義理の兄弟に手を出すな、豚野郎。殴っていいのは俺だけだ。兄弟、この北方人で床を拭いてやろうぜ。一緒にどうだゲラルト？やるぞスクルス。テルショック。間違いを犯したな。たちならニルフガードも征服できそうだ。スクルス、実の兄弟のように愛してるぞ、このボサボサ野郎。仲直りしないか。もちろんだ。言い争いで得することなんてないだろう。俺を殴った野郎はどこだ。仲直りの邪魔をするつもりはないが、バンホルンはどうする。スケリッジに連れて行くよ。もうお前に迷惑はかけない。新たに事業を始めてみるかな。だがまずは服部のところに木箱を持っていこう。ああ、俺も奴のところへ行かなくては。いやあ、エイブヒア。ゲラルト、無事に戻ったか。ああ、調子はどうだ。最高さ。バンホルンが去って以来、クリーバーは刀鍛冶に興味を示さなくなった。仕事場を燃やされないかと怯えながら剣を作るのはもう終わりさ。そりゃよかった。すごく嬉しいんだぞ。スクルスには世話にならなくて済むし、本当に好きなことに打ち込める。感謝している、ウィッチャー。これで特別なものを作ってくれるか。もちろん、そういう約束だ。何日かしたら新しい剣を受け取りに来てくれ。いやあ、エイブヒア。いやあ、ゲラルト、どんな用かな。剣はできたが。ああ、とくと堪能してくれ。どんな剣にも勝る獲物だ。おお、これは待った甲斐があったな。ありがとう、エイブヒア。感謝するのはこっちだ。ありがとう。じゃあな。一番有名な